大阪南にあるホストクラブの数はおよそ150店舗。西日本最大級のホストクラブ激戦区。その中で今話題なのがディアーズ大阪。この店に在籍するスタープレイヤーの中に一風変わった源氏名のホストがいた。寿司と書いて寿司。彼を知る者はこう言う。天才ですね。人の背中を押す技術、心を震わせる技術、要は指導の仕方がもうロックですよね。真のホストって感じですかね。真のホスト、はい、真実の方の寿司つけとったらええやろみたいな成長したらサングラスしました。人間が生まれてきて服着るような感じで。深澤さんにとってはホストってやっぱすごく向いてた。もう最初の時点でもう売れな人生終わりやぐらいやったんで、向いてるというか向かしてというか。ホスト歴12年、32歳、寿司に密着する。めっちゃいいですね。いや、中です。2023年9月14日、18年ぶりの阪神優勝に沸いた大阪。この日彼と待ち合わせをした場所はディアーズ大阪から分店した店舗、ディアーズバチュラーの前。お疲れ様です。あ、寿司です。お願いします。よろしくお願いします。ディアーズ大阪の寿司と書いて寿司の役職は専務取締役やらせてもらってます。また変わった名前なんですけど、由来っていうのは最終、何で売り出そうみたいなのを考えてて、でなんか最近自分寿司めっちゃ食ってるなみたいな、寿司でかみたいな、ほんまそんな軽いノリでしたね。インスタグラムとかで見てたりとかすると、はい、その寿司の絵文字つけてたりするじゃないですか。はいはいはい、まあ、分かりやすい。あ、そうですね、覚えやすく、覚えられやすくというか、はい、寿司つけとったらええやろみたいな感じですハードルは高いんですけど絶対おもろいやつみたいな言われるんで、まあ、そのハードルに負けず日々やってるって感じですね逆にハードル高くなっちゃってるって感じ。そうっすね、めちゃめちゃもう絶対おもろいやんみたいな、サングラスして寿司ってっつって、で真顔で顔でやってるよって言ったら大体笑ってもらえるんで、はい、そのサングラスっていうのも、はい、やっぱこうブランディングの一環だったりするんですか。これは多分なんかもう人間が生まれてきて服着るような感じで、そう成長したらサングラスしましたみたいな感じですね。新人の時からやっぱり昔からちょいちょいつけたりしてたんですけど、なんかやっぱり昔はその顔が悪いやみたいなんで、そんなんつけんでいいみたいなのあったんですけど、ずっとつけるようになりましたねホスト始めたのっていつぐらいからですか。はい、ホストはもう20歳からやってるんで12年ぐらいですね。12年、まあ32歳なんで、最初だからホストやった時は実家からめっちゃ通って行ってましたね。始発で来て、まあ、一番最初2部やったんで朝までナンパとかして、で時間潰して出勤みたいな、まあ、そんな感じでした昔は。あの出身ってどこですか。僕大阪の森口市っていうところなんですけど、はい、まあ、家の前田んぼみたいな、はい、大阪にそんなとこあんねやみたいなぐらいの田舎なんです。ホスト歴12年、月間2700万を超える売り上げを持つ司。大阪南で真のホストと謳われる彼の過去は意外なものでした。どういう学生生活を送ってたりしました。まあ、僕高校中退なんで、まあ、中卒になっちゃうんでですけど、中学校とかも全部あれですね、昼から行ってましたね。全部大体もうただの田舎のうんちみたいな生活してましたね多分僕めっちゃ寝るんすよね。それ今も変わらない。今も変わらんと思います、はい、めちゃめちゃ寝る、もう寝ないってほんまにやっていけないぐらいなんで、うまい、今はうまいこと寝てますけど、お前その時とか、もう若い時とかマジ20時間とかマジ1日寝たりとか、そんなことあるみたいな。そうなんですね、はい、じゃあもう起きられず昼になっちゃうっていう。まあ起きようとしてないですけどねなるほど、そもそも起きようとはしてないですけど、はい、結構大変だったんじゃないですか、なんか学生生活というか。
もうだからそのままの流れで高校行くじゃないですか。でも一応まあ受験し入学はしたんですけど、やっぱり起きれんくて、たどり着くんが、まあ、チャリンコで多分高校前に2、30分やったんですけど、もう当然のように起きれんくて、昼から行く生活変わらず、まあその留年決まっちゃってすぐに。で、中退したって感じですね。高校に進学するも、朝に起きれない生活は治らず、1年未満で中退。そして、いくつかの昼食を転々とした後、司はホストへとなった。それは転職との出会いだった。その司さん的にはそっちの方がやっぱ合ってるなっていう感情とかあったりします。めちゃめちゃそうですね。もう朝が何よりも苦手やったんで、もうめちゃめちゃその仕事に行くぞの姿勢はやっぱ。その普通の昼の仕事するよりかは多分モチベは上がったというか、はい、頑張ろうみたいな感じで多分、はい、起きれてました。司さんにとってホストってやっぱすごく向いてた？めちゃめちゃ向いてると思いますね。やっぱりもう向いてるというか、もう最初の時点でもう売れな人生終わりやぐらいでやってたんで、はい、だからまあ向いてるというか向かしたというか、どっちかわかんないですけどまあでもやっぱしんどいなりに楽しいことがあったから、まあ、12年もホスト続けてるんかなみたいな。頑張れた きっかけというか理由としたら、やっぱりその、まあ、うちの社長が結構僕と同い年で同期なんですけど、うちの社長がピュッてすぐ売れて、まあ、僕結構負けず嫌いなんで、うわなんでこいつに負けてんねんの悔しいでなんか頑張れたというか、まあ、僕は誕生日7月で、その社長が8月だったんですけど、わざわざ8月にしてバーセツキ株出しして、多分初めて1000万打った時なのかな。もう 10年9年とかぐらいの前なんですけど、多分打ったのが時に1000万初めて打ったのに、じゃあその社長もそれ以上打ってナンバー負けたみたいな、がやっぱ衝撃の悔しさですね。やっぱ当時ホスト業界で月間1000万を超す売り上げは、業界に激震が走るほどだった。そんな司がライバルとして見ていたのは社長ハレルヤ楓。12年という長きにわたりホストを続けられた理由は、彼の存在が大きかったと司は話す。しかし、ホストという職業には女性問題はつきもの。司も今まで多くあったという。その、難しい子はね、もういないですよってカメラ前で言いたいんですけど、はい。まあその、いや当時やっぱその掲示板とか、やっぱ今でも全然荒れたりしますけど、もうなんか僕チューしてる写真がもう3、4回ぐらい、もう貼られてて、もうそれお客様と、あそうそうそう、はい、もうチューしまくってたんで昔。イチャイチャエールか言われる。いやチューです。チューエーチューエーではないんですけどまあそういうね、そういう過去のね黒いとこあるかもしれないですけど、それでじゃあそのチューした者同士が SNS でつながって、うわどうしようみたいになったんですけど、どっちかこれはキリスねやばいっていう自分の思考になったんで、可愛くない方の方をねキリスだっていう話がですね、はい、最低です、最低です、はいって感じです、はい、僕はその長く、まあ、あのホストさんのこうインタビューとかやってる中で、はい、まあ、ホストって職業ってすごい難しいなって思うんですよ。その今の状況だったりとか、はい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 、どっちもいた方が売り上げにつながる部分も、ああ、はい、難しいっていう考えはしたことないんですけど、まあ難しいか簡単かって言われたら難しいと思うんですけど、僕は、まあ、まあ楽しいから続いた12年やと思ってるんで、しんどいこととか楽しくないことって大変なんですけど、をなんか楽しくするのを楽しくする天才やと思ってるんで、じゃあホスト極めてもう何でも楽しめるというかっていう能力が高まっ
てからもずっと楽しいですね、何が起きても今は。すごい修羅場な道をいっぱい多分乗り越えてきたと思ってるんで、だからもう一周回ったみたいな感じです。もう、まあ、ドラクエとかやったら、ドラクエじゃあ最初初めてやるドラクエってめちゃめちゃ何も知らんし難しいじゃないですか。攻略本見たりとかで一回クリアして、じゃあ2回目やるときってじゃあどこに何があったり何が強いっていうのが分かってストーリー進められるじゃないですか。もうそんな感じですね。で今2周目でもうこれはしんどいけど知ってるから楽しめるみたいな、なんかようわからん例えですけど、はい、でも僕すごいわかりましたよ、はい、なんかこう一回全クリしてるで一、はいはい、回1から始めてみて、そうそうそう、なんかその1回目はやっぱこう何回もゲームオーバーするみたいなところが、そのあここつけばいけるみたいなのがすぐにわかるから、あそうそう、ほんまそんな感覚っすね。そうですね、やっぱ12年っていう歳月がかなりなんか味方になってくれてる。はい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 、ほんまにほんな感じっすね、マジで、はい、ありがとうございます、うまいこと、はい、12年という歳月、司はその歳月の中で多くの経験をし、どのような困難でも楽しめるようになったという。そんな彼の今後、それは、まあ来年から、まあ、自分が代表で店やらせてもらうんですけど、まあ、言い方悪く言ったら今まで女の子女性でご飯食ってきましたけど、次は男の子を育ててご飯を食っていくことに今後なっていくと思うんで、まあ第2章か第3章かもわかんないんですけど、まあ、そこでね、まあ、ホストですけどどういう自分になっていくんかなっていう、まあ、目標はわかんないんですけど、まあいろいろそんなじゃあすごい道にするとかいろいろあるかもしれないですけど、まあそれ以上今より以上楽しめるかなっていう、まあワクワクではあります。その店舗の名前を、名前はバチェラーサーカスっていうお店で、紆余曲折を経てホストとして新たな道へと進む司、その道には何も不安要素はない。なぜなら12年という実績と店舗の才能が彼にはついている。もしホストの神様がいるのならその加護が彼にはある。